例の人工衛星いつ消えたんだ。ああ5日前ぐらいじゃなかったか。世の中奇妙なことが起きるもんだな。その自転車は鈴さんがすっげえ大事にしてたんだよ。晩年は自分で乗ることはなかったけどな、それでも週に一度はフレームを磨いてた。処分することもできなくて結局10年もそこに置いたままだ。俺もできるだけ整備はしてるんだが、さすがにサビが目立ってきてるな。俺と鈴さんは最初いわゆるお隣さんだったんだよ。俺はヨーロッパ生まれのヨーロッパ育ちでな。は？それはギャグですか？んだよてめえ、俺は英語もフランス語もペラペラだぞ。こら、両親が死んで15年ぐらい前に日本に帰ってきたんだよ。でも俺にとっては生まれて初めての日本だった。この国について何にも知らねえ俺の面倒を見てくれたのが隣に一人で住んでた鈴さんだったってわけだな。結婚を？結婚？鈴さん。アホか。あの人は随分ストイックに生きてたよ。人付き合いもあまりなかったみたいだけどな、俺にはよくしてくれた。ここに越してきて1年ぐらい経った時、俺の家が火事で全焼してな。俺のタバコの不始末が原因だから自業自得なんだ。その時に全財産なくした俺をこの家で下宿させてくれたんだ。それだけじゃねえ。工房のあるあの大檜山ビルな、あれもともと鈴さんの持ち物だったんだぞ。え？それを格安で譲ってもらったんだ。おかげで俺はブラウン管工房を構えることができたってわけだ。恩人だよ。ある時、なんだって縁もゆかりもねえのにこんなによくしてくれるんですかって聞いたことがあんだ。そしたらあの人は笑ってこう答えたよ。巡り巡って人は誰かに親身にしてもらうことになってる。だから君もいずれ誰かに親身にしてあげなさいってな。なんだ、不思議な人だったぜ。預言者みたいにこれから起きる出来事をピタリピタリと言い当てたりしてな。
世間ってのは狭いな。あの人のことを知ってる人間がこんな近いところにいたとは。そうだ、ちょっと待ってろ。お、痛々しいほどだった。